さんこんにちは、三宅智子です。ギャル曽根です。イエーイ、今日はねスペシャルゲスト。いや、ゲストじゃない、ゲストでもね急遽ね、急遽たまたま遊んでてね、遊んでて動画を撮ろうということになって動画撮ってます、うん、なので何も決まってません。何も決まってません。特にあの大食いってわけでもないんですけど、うん、今日はなんかせっかくね出てくれるって言ったんで、まあいろいろね、うん、懐かしい話とかでもしようかな。確かにね、なんかね懐かしい話ってなんだろう。でも出会った頃の話とかすごい聞きたいことがあって、大食いって何世代とかあるじゃない。その第一世代が多分赤坂さんとか、で第二世代が小林さん、白田くん、池谷さんとか、第三世代、私たち第三世代。第三世代、第三世代は誰がいるの。あと山本くんも第三世代。第三世代、あと菅原さん、庄司さんぐらいまで。え、菅原さんって第三世代なの。多分そこまでが第三世代。え、でってことは第三世代が同期ってことは、菅原さんと私たちは同期ってことでもないと思うけど、やっぱ菅原さんは一応私のこと先輩だと思っている。あ、やっぱこの三宅さんは先輩だからっていうことを最初の頃よく言ってたんで、先輩後輩ってやっぱあるんだね。一応先に出てた方が先輩、なんか先輩半年先輩。誰より。私より。嘘え、三宅ちゃんじゃ私の方が先輩。そう、なんか初めて出た時に私も一応予選出てたけど、うん、予選で落ちてるから本戦に出たのは先。あ、じゃあ私先輩だ。先輩、そうで、私たちの1年後に菅原さんとか出てきてて、うん、なんか一応後輩なのか。菅原さん結構あの人生で言うと先輩だ人生先輩だけどね、うん、でアンジェラさんとかロシアンちゃんは第4世代。あ、なるほどね。世代的にはだそこら辺とあんまりぶつかってないんだよね。一緒に。あ、そう、私もだから出てきた頃は全然かぶってなくて、しばらく経ってから一緒に出た。今ちなみに第何世代なんだろう。いや、たぶんモエアーズちゃんとかが第5世代で、で、今その後もう私でもその後の人たちが全然わかんない。あの双子ちゃんとか。あでも、かわいい。でも第6世代って感じでもないで、6世代って言ってないもんね。じゃあもう第5新世代。新世代なんかかっこいいね。第5世代の後の新世代みたいな感じなのかな。大食いの人たちと仲悪いんですか。あ、仲悪いわけじゃないよね。仲悪くないけど、あんまりもう会うことないもんね。そう、あんまりなんか ご一緒することもないし、なんか友達って感じでもないもんね。もう友達も三宅ちゃんだけだよね。白田くんも。え、白田くん友達じゃないのかな。え、LINE するよ。先輩だよね。先輩か。私からすると大先輩。じゃあ先輩だ。なんか私勝手に友達だと思ってた、だってもうテレビで見てたもん。すごい、ずっと。私見てなかったの。あ、そっか、フードバトルクラブとか見てない、ね、見たことないの。なんか食べるのは好きだけど、なんか別にその大食いが好きじゃないからテレビで見てないの。じゃあそっか、赤坂さんとかも見たことないの。ないの。私も初めて赤坂さん見た時、会った時も超興奮して、うん、赤坂さんがいると思って。私全然うわ、すっごいよく食べるおばちゃんいると思ってたいやもう小学校の頃にテレビチャンピオンで、うん、もう赤坂さんすごい見てたから。あ、赤坂さんとか岸さんとかもあの世代すごい見てたから、まあ、赤坂さんはもう本当に大先輩だって。うちなんかだってもう親が教師だったから、もう7時には寝ましょうの家だったの。7時。そう、なんともう夜ご飯5時に食べて、7時には寝ましょうの家だったの。だから本当見れて、なんだろう、夕方の天才テレビくんとか。あ、天才テレビくん見てたけど、だからもう大食いとか分かんなかった。もうなんか大食いというか、もうテレビチャンピオンすごい好きで、うちの家族、うん、もう毎週木曜日だったかな、まあ、テレビチャンピオン見てた。あのケーキ職人とかパン職人とか、なんかやっぱ食べ物系のがすごい好きで、うちの地域テレビチャンピオンも映んないから、テレビ東京も映んないから。そう、岡山はたまたまテレビ瀬戸内があって、
テレビ瀬戸内でやってたんだよね。私が京都はなかった、別なかった。確かにテレ東系列は少ないよね。そうだから私からするともう潮田さんとかも大先輩、テレビで見てた。なるほどね。私はもうだから先輩だけど一応やっぱりだけど友達感覚ちょっとある。あー、友達さすがに敬語よ、さすがに敬語。私だったらなんか本当になんて言うんだろう、同い年ぐらいの友達とか以外は全員敬語。年下も敬語。もやすちゃんも敬語だよ。敬語？敬語だよ。知らなかった。敬語だよそこはね。なんか、私も年齢で年齢順かな。やっぱ年上の人には敬語だけど、年下はまあタメ口かな。なんか、でも私本当に大食いの人と全然合わないから、だから全然わかんないんだよね。最近の子たちとか、そうなんかこの業界の人と大食い好きな人もいて、なんかよく聞かれるんだけど、あの人どうなの？この人どうなの？みたいな。わかんないんだよ。その人が誰だか。YouTube も一切見ないもん、本当に。もう YouTube 見る時間があるんだったらポケモン GO してるよ。いつもゲームしてるよね。好き。いつ何時もゲームしてる感じ。スプラトゥーンやったりポケモン GO やったり、時間があったら漫画読んだり。そう、もう自分の時間を全部。好き。ゲーム好きだよね。最近誰と仲いいの？最近仲いい大食いの子。大食いの子わかる。一番会うのは誰だろう。さくらちゃんとか。さくらちゃん、あのサングラスの子。ハートのね、わかる。だからでも私そのさくらちゃんって子が食べてるとこ見たことない。インスタとかにあげてるから知ってるけど食べてるところは見たことない。大会とかゲストで、あ、もうその出てた。あ、出てた。ごめん、そう見たことあるわ。じゃあゲストで出てるよね。出てた出てた、そうだ。出てた。うん。あるわ。新人戦？新人戦じゃない。ね、あのデカ盛りを食べる、ほら、どこの地方だ？調布？調布かな？調布のデカ盛りの時。はい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 、はい、出てた。出てた。そうね。そう見た。ごめん。そういうのあるよね。そういうのよくある。本当に私この人初めてだろうなと思うけど、実は会ってたりすることよくある。そんなに人付き合い上手じゃないじゃん。そう、だからなんかもう本当ちょっとでいい。すごいなんていうの、広く浅くじゃなくて、あの濃く狭く、濃く狭く、そう濃く狭く、濃く狭くね。そうそう、だからさ、しかも基本あんまり誘わないじゃん自分から。だから誘って。いや誘ってるよ。本当誘ってるよ。誘ってるよ。私いつでもいいよって、来週いつでも OK って言っても、なんかピンポイントでちょうだいじゃん。あ、じゃあ連絡するねって言うから、そっから連絡来ないからいつも。すぐ忘れちゃう。なんかバタバタしてると。なんか大食いの話した方がいいよね。大食いの話ね。私子供産んでから、食べる量どう？私変わらない。変わらないよ。本当？どう？いや私子供産んですぐはね食べれたんだけど、10キロぐらい太った。8キロぐらいかな。なんでなんで元々太らない人じゃん。いやなんか子供産んだら体質変わるでしょ。私変わってない。本当？絶対。いやでもあの私妊娠中に太ったのは落ちてないけど、今食べても太らない。妊娠中に太ったのが落ちてないんだ、でも子供産んで太ったよね。子供になら、大食いの人でも体質変わるんだって勝手に思ってるよ。私はね、体質は変わってないけど、変わってないけど、妊娠中だけなんかやっぱ胃下垂じゃない？で、そのあのやっぱ子供ができるから胃が上がるじゃん。それで太るんだと思ってた。だから妊娠中すごい太ったけど、多分あの2人子供産んだじゃない？産む前より多分15キロぐらいは太ってる今。でも気にしない。だってさ、だってさ、今食べても太んないわけじゃん。で、食べるの好きじゃない？我慢できないじゃん。じゃあもう手立てがないよね。なんていうの？いや私もだから我慢する。
するの嫌じゃん。食べるの我慢するの嫌だから、うん、最近は、うん、なんかもうネットでさ、うん、でこれを飲んだら痩せるとか、うん、あと二の腕すごい太くなったから二の腕ベルトみたいな、なんか二の腕、本当そういうの聞くの？え、わかんない、まだ3日ぐらいしかやってない。薬はやめた方がいい。危ないから。薬ってでもなんか、うん、あれだよ、なんかこれを運動する前に飲むと、うん、すごいその、なんていうんだろう、燃やしてくれるみたいなやつで、うん、でも運動する時がないから、じゃあ飲んでない、まだ飲んでない。買ったよ。やめた方がいいよ、本当に。なんかでもさ、これさ、こんなダイエット話してないよりするよりはさ、多分大食いの話した方がいいんだよ。話が変わっちゃうんだよ。そう、なんだろう、2パターンいるよね。2パターン。三宅ちゃんとかトレーニングしない人でしょ？え、トレーニングするよ。え、するの？トレーニングってほどのことでもないけど、なんかいつもさ、確かに食べるじゃん。でも食べたところに、うん、なんかまあ飲み物とかでこう膨らます、へーぐらいやるんだ。なんか食べるのはさ、なんか辛い思いして食べるの嫌じゃん。いや、もうなんか苦しいと思いながら食べるの嫌じゃん。いや、私飲み物だったらさ、結構入るからさ、なんかそのお腹いっぱいっていうところに飲み物をググって入れて膨らます。すごいね、私一切しないトレーニング。だからそういう2パターンかなって。でもそうだよね、だって三宅ちゃん初め激弱だったもんね。そう、でもだれ強くなったよね、途中ね。そうそう、だから最初だって初めだって4キロぐらい、4キロぐらい食べるだったよね。そう、今も10キロぐらいいけてます。今はちょっと太っちゃったから落ちたけど、まあ一時期は10キロぐらいいけてたね。いや、だからさ、トレーニングしないからさ、あれはでもトレーニングという、トレーニングかな。だからフードファイターなんだよ。私はファイターじゃない、ただの本当食べる人だよ。ファイターじゃないのよ。本当？でも食べる。本当。私と一緒だよ。私食べるおばさんだもん。だってファイターだったらさ、うん、どんなにさ美味しくないものとか出てきてもさ、勝ちたいと思って頑張るじゃん。うん、でも私美味しくないもの出てきたらさ、もうとすぐ諦めちゃうもん。うん、だからそこがファイターになれないところ、うん。美味しいものだけいっぱい食べたい。で美味しくないもの出てきたらなんか無理して食べたくないって。あ、私は大食い用の時は予選は全部本気じゃなかった。決勝戦だけじゃない。あ、まあ、決勝だけ勝てばいい。決勝だけ勝てばいい方式だったけど、いや私全然だってもう1回戦とかで落ちちゃうパターンだったじゃん。私はなんかまあ自分が食べたいだけ食べれればいいかってやってたから、なんかお肉とかで負けた時とか衝撃だった。あ、負けちゃったみたいな。もうちょっと頑張ればよかったとか、あけど、ね、なんか肉はさ、もうなんか大食いとかじゃないじゃん、うん、なんかみたいな、飲み込む力が強いのかな、とかな。いや、そうそうそう、なんか私も肉激弱だからさ、もう喉すっごい広い人いるんだよね、うん、なんか丸飲みしてるよね、もうね、うん、飲み込む、そう、喉が狭いからさ、肉飲み込めないんだよね。で飲み込めないから飲んじゃダメだよ、本当は。いや、飲み込めないから頑張って噛んで、うん、顎が疲れちゃうって、うん、そうなんだよね。そのまま飲めたら顎使わないんだけど、大食い大会やる時の健康診断でなんか喉見て、え、こんな喉がちっちゃいのよく大食いしてますねって私言われた。私も言われたそれ。そう、だから2パターンいるんだよね、それも。喉がすっごい広い人が、すっごい狭いの。そう、喉がすっごい広い人多いんだよね。だから大きいもの飲み込めないんだよね、噛まないと、うん、ちっちゃいものだったらパクパクいける。だからまあそうだよね、だ不利っちゃ不利なんだよね。うん、いや違う、なんか動画で何も食べないのかなと思ったのわけよ。食べて食べて、私はもうね、今日ねちょっと撮影してきたから、もう食べない、パンパン。あ、そう、うどん、これこうやるんでしょ、なんか YouTube って肉うどんみたいな見せるんじゃないの。違うの。違うの。いただきます。うん、おいしい。うん、こっちの肉うどんだけどすごいおいしい。なんで笑ってんの。いや、なんかテレビで見るなと思って今。本当？実は2杯目ですって。確かに、さっき食べてた、さっき食べてた、普通にね。確かに。うん、ヨガでもすごいじゃん、あんな短時間でさ、うん、あんだけ競技だもんね、スポーツだよね、本当に、うん、
私たちとかはもう全然好きで食べてますって感じだけど、好きで食べてるからね。もう向こうは全然違うよね、うん、もう本当に、うん、ね、味とか全く味わってないって言ってたもんね。あ、そうなんだ。だから結構ゲテモノの大食いとかもあるじゃん。でも多分味はもう味わわなくて食べてるから食べれるの。私たちとかもゲテモノなんて絶対食べれないじゃん。結構なんかえぐいやつの早食いとか結構あるよね、こう海外は、うん、もう競技だからさ、そんなものを味わうとかでもないから、うん、すごいよね、あれはすごい、絶対真似できない。もし自分がもう一回大食い大会出るんだったら誰と出たい？誰と出たい、うん、誰と戦いたい？でもあの希望はね、希望は絶対叶わないけど、うん、小林さん。え、そうなの？一緒に食べたことないじゃん。確かにない、見たことないのよ、近くで見たことないの、食べてるところ。あ、普通に食べてるのあるよ、うん、でもあの競技で食べてるの見たことないから、うん、もうなんか一緒に食べたいというよりかはもう見たい、近くでっていうのはすごい夢としてある。やったことないから、見たことないから、うん、いつかはもう海外でもいいから行ってみたいなっていうのはある。うん、食べるのが好きだけど大会は好きじゃないからな。そう、私もそうだよ、うん、いつもだからもう出るたびにもう出ないって言ってるじゃん。言ってる。いつも言ってるでしょ。でも出るじゃん。いや、なんかしばらくするとねそれ忘れるんだよ。いや、大食いが好きだからだよ。直後はもう絶対出ないって思うの、うん。でもなんかなんで嫌いなものを食べなきゃいけないんだっていう気になっちゃうんだけど、しばらくすると忘れるんだよね、うん、でちょっとまたでも美味しいもの出るかもしれないしっていう期待があるんだよ、うん、そう、なるほど、ね。まあ、番組自体は好きなの、もちろん。でも元々でも大食いが好きだからじゃない？そう、自分が出る前からあの見てるの好きだったから、うん、なんかいつも見てなんかこう見てると自分でも食べれる気がするんだよね、それぐらい、うんうんうん、見てるとね。で、人がやってるの見てると、うん、あ、私でもこれぐらい食べれるなとか勝手に妄想しちゃう。あー、面白い。私だったら何枚いけたなとか。面白いね。勝手に妄想しちゃう。なるほどね。そうそうそう、結構食べれるしね、ものによってね、うんうん、好きなものは、うん、ご飯ものとか。なるほどね。そう、でも実際やってみると違うんだよね、やっぱり思うように食べれないんだよね、うん、飲み込めない。年はあるよね、やっぱ唾液の量が違う。あ、そうなんだ。昔はなんかごく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 何でも飲み込めたけど、さっき飲み込めない話してたじゃん。今違う、昔言ってても本当に10代の頃、うん、10代ね、本当に、うん、あの一番ピークに食べ、うん、もう食欲があった頃、うん、もう本当朝から夜までもう起きてから寝るまで食べてても、うん、全然辛くなかった時があった。今はもう体力もねないし、うん、食べると疲れるじゃん、結構体力消耗、うん、まあ、私もね、エネルギー使うから、うん、体力的にもね、ずっとは食べれないよ、やっぱり1日1回とか多くて2回。私実はさ、菅原さんと決勝で食べたことないんだよね。私がいつも肉で、あ、確かにラーメンで戦ったの見たことない。肉で負けてる、肉で。私もないよ、決勝で菅原さんと戦ったこと。菅原さんと決勝で食べてみたいよね、うん、ラーメンで、うん、あ、やるならね、考えるならね。でも確かに肉だとさ、もう絶対的に勝てないじゃん。いや、そんなことないかもよ。だって菅原さん、あちらさんには飲むのがね、肉では絶対勝てないと思う。肉は長期戦だったとしても、長期戦だったら分かんないよ。え、だって孫疲れてきちゃうじゃん。そうか、でもそれがすぐやるから肉だったら、すごい柔らかいお肉だったらまた別だけど、別だね、柔らかいお肉出ないじゃん。確かに。絶対さ、もう時間経ってさ、ずっとさ、なんか鉄板の上にずっとあったお肉でさ、ガチガチじゃん基本。
なんであんな硬いお肉出すんだろうね。でも作り置きで、多分一回焼いてるのを二度焼きしてるのよ、いつも。一回さ、焼いといてさ、それをさ、もう一回温めてるみたいな感じだからさ、二度焼いてあるの。そういうこと？でも肉質もあるよね。結構出てないからさ、大会とかはもうだってさ、基本食べるのが好きだから食べてるけど、競うのはちょっと違うなと思ったの。やっぱり競技ってちょっと違うじゃん。なんか好きなものを急いで食べなきゃいけないじゃん。それがやっぱ違うなと思って出なくなったけど、菅原さんと決勝戦やってないのだけはちょっとここの心残りだよね。一回やってみたかったけど。そう、え、出る、ね、出るなら出るけど、今の私全然ダメだよ、多分。大会って違うじゃん、なんかちょっとなんかなんて言うんだろう、やっぱスポーツだから、うん、味わって食べる時間はそんなにないじゃん、ねね、昔はさ、もう本当好きなだけ好きなものを食べて、私はもうやめますって結構終わったりしてたじゃん。もう味に飽きたからとか。でもさ、一回出たらそういうわけに今もういかないじゃん。ね。うん。私はもう出るたびにもう一回嫌だって思ってるからね。もう出ない。いや、出とか言いながら次はテレビであれってなんない？大丈夫？あ、もうだから今 YouTube でも、うん、あんまりチャレンジもやってないの。もう早くチャレンジでさ、時間内に焦って食べるのも嫌になってきて。でもさ、結構さ、時間あるチャレンジ多いじゃん。40分とか。ああ、40分とかでも私もあれなんで、早く食べれない。あ、ほんと。もうだからもう最近はもう時間を気にせず、うん、ゆっくり食べる系のデカ盛りしか食べてない、うん、いいね。そう、早食いしたくない。まあ、でも私もゆっくり食べてるけどもうなんか焦りたくない。ほんと？昔はさ、もう焦らなくても早かったんだけどね。やっぱさ、唾液の分泌量が違うから、飲み込む唾液の分泌量好きだね。そう飲み込むさ、なんか昔はもうだからすぐごっくんできたの、うん、でもやっぱさ、唾液がさ、うん、ある程度噛まないとさ、唾液出てこないから、うん、もうおばあちゃんじゃん大丈夫、おばあちゃんいや本当に、うん、なんか麺類ラーメンとかだったら、うん、あの水分あるからさ、結構ごっくんっていけるけどね、うん、なんかラーメンとかうどんとか汁物は早いかも、うん、まだ水分ないものとかも絶対ダメだよね。もう全然飲み込めない、唾液の分泌量そうそうそう、なるほどね。で、 YouTube って視聴者の目を引くようなことを言わなきゃいけないんじゃないの、話をしなきゃいけないんじゃないの。だから、あ、編集力にもあるんだけど、私編集力全くないから。なるほどねうん、なんかみんなさ、それをさ、ちょっとした話を面白く編集してるんだけど、私その面白く編集するセンスがないのよ。あ、じゃあもうダメだね、これもう結構垂れ流しな感じになってね、こんな長いの垂れ流しでも誰も見ないと思うはい、というわけでね、もうグダグダですけど、まあなんかこんなね、あんまり YouTube 出ることもないんで、また機会があったらね、出てもらいたいと思います、はい、というわけで皆さん、またぜひ次回もご覧ください、はい、バイバイ、バイバイ